栗原良也は、福井県福井市出身のプロ野球選手、宇藤左田、福岡ソフトバンクホークス所属、東京オリンピック野球金メダリスト、森田小学校1年生の時に、森田ファイターズで野球を始めた。森田中学校では、福井ボーイズに入団、当初は主に遊撃手としてプレーしたが、2年生時に保守になった。3年生時にボーイズリーグの中学日本代表に、 選ばれ、海外遠征を経験している。春江工業高校に進むと1年生児の春から、聖捕手、秋には4番打者になり、秋季福井県大会の決勝では、鶴賀飛行高校に敗れを走った者の,の本類打を打ち、北信越大会では打率。651を記録してチームは、同大会初優勝。その後、明治神宮野球大会に出場し、ベスト4に入った。 二年生時に春の選抜高校野球に出場したが、一回戦で、常葉菊川に敗れた。夏の甲子園、福井大会では、決勝で、福井商業高校に敗れた。三年生時の春季福井大会では、決勝の福井高台福井高校戦で、敵時打、決勝犠牲フライを打ちチームは優勝。北新越大会に出場し、準決勝で、日本文理高校に敗れた。 夏の甲子園、福井大会では、初戦となった2回戦で、京神高校に延長11回サヨナラ負けを喫し敗退した。高校通算26本塁打。その後、9月に、タイで行われた18優野球ワールドカップの日本代表に選ばれ、首相と正捕手を務めた。2014年10月23日に行われた。 プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスに2巡目で指名され契約金6000万円、年俸700万円で契約合意し入団した。背番号は31。2015年は2軍公式戦後試合に出場した。3軍戦においては64試合に出場し、打率270.2本類が23打点の成績を残す。2016年、 二軍公式戦では、保守のほか一類手としても出場した。二軍では、前年より多い十九試合に出場し、打率三百六の成績だった。三軍戦では二十八試合に出場し、打率三百五十九点二本類が十六打点の成績を残す。シーズンオフの十一月二十五日から台湾で開催された二千十六アジアウィンターベースボールリーグの n p b ウエスタン選抜のメンバーに選ばれ、同大会では13試合に出場し、33打数、7安打、3打点、1本塁打、打率21、212の成績だった。2017年、宮崎春季キャンプでは、山下明翔、開拓や、張本雄大らと共に、若手星4名が A 組スタートとなり、 キャンプからオープン戦にかけて開幕一軍出場選手登録を争ったが果たせなかった。しかし、ウエスタンリーグでは37試合に出場した時点で、301と打撃が好調で、正確な送球で盗塁を阻止するなど、肩でもアピールしていた。6月11日に高谷弘明に代わって入団後初めて出場選手。 登録され、同月13日に東京ドームで行われた、セパ交流戦、対読売ジャイアンツ戦において、8回表に、代打で起用され一軍公式戦初出場を果たした。7月13日のフレッシュオールスターゲーム2017において、ウエスタン選抜として出場する。8月6日のウエスタンリーグ、対広島東洋カープ戦では、 ウエスタンリーグ新記録の1イニング3盗塁差しを記録した。1軍公式戦には3試合の出場、2軍公式戦には70試合に出場し、3本塁打、21打点、打率、271だった。2018年、宮崎春季キャンプの練習中に、左肩関節前方脱球の怪我を負う。実戦復帰に時間がかかり、8月に入って1軍に、 登録される。9月にプロ初案だ10月には初めて星として先発出場した。オフに20万円増の推定年俸700万円で契約を公開した。2019年4月13日に対東北楽天ゴールデンイーグルス戦でプロ初打点となる、中前的時打で試合の決着を決める。また、7月8日の対埼玉西武ライオンズ戦では、 延長12回にさよならとなる疑費を打ってランダ戦を制した。保守だけでなく外野手にも挑戦して出番を増やし、プロ初本塁打も打つなど打力でアピールした。オフに300万円増の推定年俸1000万円で契約を公開。2020年新型コロナウイルス感染拡大の影響で約3ヶ月遅れとなった6月19日の開幕戦には 2番1塁手で初めて開幕戦に先発出場した。8回裏1死2塁の4打席目に、サゼンダを打ち1.3塁とし、続く柳田祐希の儀比による先制点につなげ、続く裏木ミール・バレンティンの打席中には1、軍公式戦初となる2投にも成功。9回表に1から1の同点に追いつかれた後の延長10回裏にし3塁から中前サヨナランダを、 内勝利に貢献した。8月11日には、相手先発への対策、背中の張りなどを抱えている、今宮健太の欠場という事情はあったものの、プロ入り初の4番を務めた。8月28日に、自身初の1試合を複数本塁打を打った。また、これにより、シーズン11本となり、自身初のシーズン2桁本塁打を記録した。 チーム唯一の全試合先発出場を続けていたが、9月26日に先発出場を外れ、出場機会もなかったため、開幕からの連続先発出場を呼び、連続出場は84でストップした。最終的に規定打席に到達し、リーグ21位の打率、243に終わったが107アンダーを打ち、本類打17本はリーグのない。 得点圏打率は5位の333を記録、特に満塁の場面では11打数6安打、打率545、15打点と勝負強さを見せた。他にも義比が中村明と並びリーグ2位の6を記録するなどもあり、打点は73で柳田に次ぎ、リーグ4位となった。クライマックスシリーズでは第一戦、第一打席で満塁の場面ながら、 平殺打を打つなど2試合無安打に終わったものの、日本シリーズでは、第1戦、第1打席で、巨人先発の菅野智之から、先制点となる2点本塁打を打ち、6回にも、菅野から、追加点となる2点敵時2塁打を打つなど3安打4。打点の活躍、翌日の第2戦でも、日本シリーズ最多体記録の1試合4安打を、打つなど、4試合で打率。500を記録。 シリーズ最高主君選手賞を獲得した。オフに3400万円増の推定年俸4400万円で契約を公開した。2021年の開幕戦を7番右翼手で迎えた。5月8日にグラシアルが骨折したことや主力の柳田ゆきを2番や3番にする攻撃的な打順を組むこともあり、4番で起用されることが目立った。オールスターゲームに 初めて選出され、7月17日の第2戦では、8番一塁手でスタメン出場すると、オールスター史上初めて1試合で4ポジションを守った。高校時代、2塁送球は1.8秒、遠投は100メートルないし110メートルを記録した。50メートル走のタイムは6秒0で、1試合3、盗塁したこともあり、プロでは走れる星を目指したいとしている。星登録だが、 一類、左翼、右翼を守ることのできる、ユーティリティープレイヤー。2021年からは三類一種にも挑戦している。打撃面では、総力と長打力を兼ね備えていることから、様々な打順で起用され、2020年シーズン序盤は、主に一番を務め、同年中盤には四番も経験した。愛称はクリ、クリちゃん、シンバ。好きなメジャーリーガーとして、 サンディエゴパドレスのフェルナンド・タティス・ジュニアの名を挙げており、ヒットや本塁打を打った時に行う右手をベルト付近で水平に動かすパフォーマンスやナイトゲームでもアイブラックをするようになったのは彼を真似たものであるとのこと。ありがとうございます。